皆さんこんにちは。太陽にほえろでも有名な元俳優である渡辺徹さん。今回は渡辺徹の明らかになった本当の死因と、元俳優が不倫しても離婚せずに済んだ原因について紹介します。まずは渡辺徹の履歴とプロフィールから紹介します。渡辺徹さんは太陽にほえろでデビューした俳優で、文学座に所属。その他にもバラエティ番組の MC や歌手などマルチタレントとしても活躍しました。1987年10月にはドラマ風の中のあいつなどで共演したアイドル坂木原郁恵さんと結婚し、2人の子供を設けています。長男の渡辺裕太さんも芸能界デビューしていて、ドラマやバラエティで活躍中です。子供の頃から肥満児だったという渡辺徹さん、そのデビュー作である太陽にほえろ出演にあたっては、83kg から69kg に落として挑んだものの、ドラマ終了頃には 130kg まで太ってしまったというエピソードがあるように、太りやすい体質と食生活をしていた人でした。そんな渡辺徹さんがその後長い付き合いとなる糖尿病を発症したのは30歳の頃。結婚時点で 120kg という巨漢で、30歳には急性糖尿病を患い緊急入院した渡辺を心配した榊原は、姑に相談しカロリーと栄養バランスを計算し尽くした食事メニューを作り、健康管理を徹底したといい、その結果渡辺の体重は元に戻り、血圧や血糖値も正常に戻った。妻である榊原郁恵さんの協力を得て糖尿病と向き合っていたであろう渡辺徹さん。そしてその後、渡辺徹さんは2010年代には入ってから大きな病気にかかっています。まず2012年5月には虚血性心疾患のためカルーテル手術を受けています。また術後会見の際に、心疾患に関連して挙げられたのが糖尿病。同21日に入院し、冠状動脈の一本が完全に詰まった虚血性心疾患と診断された。心筋梗塞の状態で持病の糖尿病のため、血液がドロドロだったという。妻の榊原郁恵さんが食生活を正していたはずですが、リバウンドダイエットを繰り返していたのは、すでにご紹介している通り、それは、ある意味病気のサポートをしてくれた、妻に対する裏切り行為とも呼べる暴食を、陰で繰り返していたためです。年齢も50を超え、さらに健康管理に迫られた渡辺を気遣い、郁恵は家庭菜園で採れた野菜を使った料理を出したりしていたという。しかし野菜嫌いの渡辺はその反動からか、地方のロケ番組に行った際に暴飲暴食を繰り返していたという。しかしさすがに懲りたのか、2012年の心疾患手術後には 6000kcal 日あったという。食生活を改めることを誓っています。肉一辺倒だった食生活を改変、栄養バランスのことを考え、摂取カロリーも1日1800から2000カロリーに抑えているといい子になったのは自業自得、社会人として懲りないやつだと言われないに管理していきたいと誓った。ただそれから1年も経たない2013年3月には、特に重症ではなかったということですが、水疱瘡のため入院。これも糖尿病と因果関係があるのではないかと言われている病気です。最近は糖尿病がかなり進行しているというのです。腎機能が低下して慢性腎不全を発症したようで、今では週に3回都内の有名な専門クリニックで人工透析を受けています。治療の事実を伏せているのは、症状がかぐわしくないのか、イメージの低下を懸念しているのでしょう。渡辺さんは若い頃から糖尿病を患っていたということですから、食事制限や運動による体調管理の重要性を甘く見て怠ってしまったのでしょう。渡辺徹さんは2021年4月中旬、急性気管支炎のために入院しています。しかし咳や高熱が収まらず検査をしたところ、4月24日に大動脈弁狭窄症と判明し、手術を受け治療に専念することとなりました。2021年5月に大動脈弁狭窄症の手術を受けた渡辺徹さんは、治療やリハビリに励み、同年7月には仕事の再開を発表しています。その後2021年9月にはデビュー40周年と還暦記念を兼ねた今更2人でパート2朗読劇化庭内文通。きっかけはいつも夫婦喧嘩、
家族の愛情物語にも出演。この作品は榊原郁恵さん、渡辺裕太さんとの親子3人初共演作にもなっています。さまざまな病気を患いながらもその度に復活し元気な姿を見せていた渡辺徹さんですが、2022年11月28日に敗血症のため亡くなっていたことを12月2日所属する文学座が発表しました。61歳でした。渡辺徹さんは11月20日に発熱や腹痛などの症状を訴え病院を受診したところ、細菌性胃腸炎と診断され入院していたといいます。その後敗血症であることが判明し治療を続けていましたが、回復せず息を引き取ったとのことです。渡辺徹さんは榊原郁恵さんのファンクラブにも入るほどの熱烈なファンで、家には郁恵さんのポスター1も貼っていたといいます。元踊り時ファンだったこともあって、結婚当時は渡辺徹さんのデレデレぶりが話題となりましたが、6年経った1993年にはなんと中黒渡辺徹さんの浮気騒動が持ち上がってしまいます。この時浮気相手の女性が週刊誌女性セブンに渡辺徹さんとの関係性を告発したことにより浮気が発覚してしまいました。不倫相手の女性の素性は分かっていませんが、27歳のモデルの方です。それ以上の情報は現時点では入ってきていません。渡辺徹さんは釈明会見を開きましたが、かなり同しながらも不倫を否定したそうです。かなり同していたことで何かあったことは隠せないですよね。その後も2004年には大阪のホテルでは女優のマルシア三次の女性と密会する姿をキャッチされてしまいます。この時の相手女性の素性もはっきり分かっていませんが、一部では劇団員なのではと言われています。渡辺徹さんは文学座の20期生として在籍しており、その中の一員の方ではないかと言われていましたが、真偽は定かではありません。渡辺徹さんご夫妻は2004年8月に都内に4億円の豪邸を建てたばかりで、浮気報道は一家で新しい生活のスタ1棟切る最中の出来事だったようです。そしてその後も榊原郁恵さんのテレビ関係の知り合いの命にも手を出そうしてしまいます。その女性は渡辺徹さんに彼氏と別れてしまったことを告げたところ、渡辺徹さんは次のように口説いたそうです。僕がその代わりになってあげるよ。命からの密告によりことが判明した次第ですが、これには榊原郁恵さんも堪忍袋の尾が切れてしまったようです。太陽にほえろで俳優としてデビュー一した渡辺徹さんですが、芸人顔負けのと一区かもあり、女性に好かれていたのではないでしょうか。渡辺徹さんの女癖といい、度重なる浮気発覚に愛想を尽かしてしまった妻の榊原郁恵さん、それでも離婚しなかった理由は一体何でしょうか。渡辺徹さんと榊原郁恵さんには2人の息子さんがいます。榊原郁恵さんが渡辺徹さんと離婚しない理由の一つには、もちろん愛する息子たちがいるからという母親としての顔もあるのかもしれません。ですが榊原郁恵さんには渡辺徹さんの母ビッコウコさんの存在がとても大きかったといいます。浮気癖が治らず離婚危機に陥っていた時に、姑である美恵子さんから息子を見捨てないでほしいと言われたといいます。健康面でも榊原郁恵さんは健診にサボ1とし、渡辺徹さんはこれまで何度もダイエットに成功しています。そして妻榊原郁恵さんは長年リウマチを患っていた美恵子さんの介護も立派に務めていたんだとか。病気のこともあり榊原郁恵さんは姑美幸子さんのことを常に気遣いとても大切にされていたそうです。そのお義母様から息子を見捨てないでと言われてしまったから離婚も踏みとどまったのかもしれませんね。また榊原郁恵さんは23歳の時に父を亡くしているため、美恵子さんをご自分のご両親と重ね合わせていたのではないでしょうか。榊原郁恵さんは優しい方なのだと思います。その後2015年に美恵子さんは亡くなってしまったことで、また新たに離婚騒動が出ていますが、渡辺徹さんも榊原郁恵さんもこの動を否定しています。また離婚しなかったもう一点の理由として、渡辺徹さんの浮気が発覚するたびに榊原郁恵さんは欲しいものをプレゼントしてもらっていたんだそうです。これまでにも高級車であるベンツやバッグなど数々の謝罪品を買ってもらったといいます。
物を買ってもらうことでもうその浮気を蒸し返さないというのが暗黙の夫婦ルイチルにもなっていたそうです。なんだか微笑ましくもありますね。最後までご視聴いただきありがとうございました。何かございましたらコメントください。よかったら高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。ではまた次回でお会いしましょう。